シグネットはイギリスの自動車メーカーアストン・マーティンがかつて販売したハッチバックタイプのコンパクトカー。ベースとなっているのはトヨタ IQ である。車名は白鳥の雛に由来。日本においてはアストンのラインアップ中唯一の5ナンバーサイズである。アストン・マーティンの当時の車種体系は DBSV123 代目バンテージなどといった大型のスポーツカーや GT カーが中心だが将来的に環境性能に優れる小型車をラインナップする必要があると判断。そこでトヨタ自動車との連携により開発されたのがシグネットである。シグネットのベースに IQ が選ばれた理由は写真性能の高さ、サイズ、高い安全性、プロポーションの4つがアストン・マーティンの提唱する高級小型車像にマッチしたためである。 IQ の完成車両を日本のトヨタ高岡工場より輸送された後、ボディの内外装を分解し、一台一台職人の手作業により、シグネットへとカスタマイズする方法が取られているため、完成には一台あたり約150時間を要する。基本骨格を IQ と共用するも、ルーフ、左右ドア、リアフェンダーを除く外反パネル全てが専用設計となった。 フロントには、アストン・マーティンのアイデンティティである、ブライトフィニッシュグリルが装着され、エンジンフードには、DBS と共通のエアインテークを追加、フロントフェンダーにもエアアウトレットを設けられ、IQ とは異なる外観衣装としている。リアコンビランプも当時の DB シリーズと共通イメージの U 字型となっているが、DB 各社が内側に開いているのに対し、シグネットは外側に開いている。 インテリアについては IQ をベースとするも、アストン・マーティンならではのクラフトマンシップをふんだんに注入することで、スポーティさと高級感を付加し、赤色をベースに黒色を組み合わせた本側のシート表皮とトリウムをはじめとして、センタークラスターの一部もアストン・マーティンらしさを打ち出したダッシュボードとの連続性のあるものに変更されている。FR サスペンション1.3リットルのトヨタ NRFE 型直列4気筒エンジン、6速、マニュアルトランスミッション、または CVT など、車種やパワートレインは IQ そのものである。ただし、アストン・マーティンらしさを強調するため、消音材を追加して静粛性を高めたほか、エンジンマウントも変更して静粛性と走りの質を向上させた。メーカー公認の PR 画像が YouTube で閲覧可能である。ありがとうございます。